はい、どうもさっくんです。依頼の近鉄電車なんですけども、昨日のうちに床下を全て完成させました。この床下の紹介ちょっと今日はできたらと思いまして投稿させていただきます。ちょっと最近このラジコンのボディの塗装が追い込んでいますので投稿してませんでした。まずこの M 車の床下なんですけど、これがですね、こちらが近鉄8600系のバルクパーツ で反対向けてこれも8600系 でこの抵抗器なんですけど、これが12200系、まあ、あのスナックカーですねの床下、TCなんですけど、これが、近鉄5200系の、バルクパーツです。これはもう両方そのままつけております。ちょっと当たるので削ってあげてください。それだけでも入ります。まあ、床板に穴を開けて、そこにティーンカプラーを真鍮線で縛りました。ここで縛りました。でこうなるとスカートはちょっとつけにくいので、スカートの、真ん中の足2本を切り落として、でミニルーターでこの真ん中の、支えを切り落としました。誰が触っても、あまり落ちないような対策で加工しております。今週はもうこれぐらい。こいつの完成次行きたいと思います。というわけで今日はこの床下の、機器の紹介、ティーンカプラーの、取り付けの紹介でした。